皆さんこんにちは。ワナリグリフジです。では今回はローギバーズ続きをやっていきたいと思います。支持率が20%ぐらいまで来ているんですが、第1党になるにはもう少し欲しいかなと。25%から27%ぐらいの政党支持率を確保できれば、第1党、大統領への道が見えてくるというふうに思ってますので、まずはですね、次の、いわゆる世論調査が35週目に来るのが、分かっていますので、ここですね。なので、まずはここまで、時間を進めていきましょう。なんか世界的にね、いろいろ騒がしくなってきてますよね。まあ、コロナウイルスに始まり、香港のデモ、民主化運動、さらに中国とインドもなんか国境でぶつかってるみたいですしね。さらに、韓国と北朝鮮の連絡事務所も爆破ってね、爆破っていうのがまたすごいですよね。メッセージ性がこう捉え間違いようがないですよね。日本みたいに、なんとかかんとか遺憾の意を表明しますとか、そういうのじゃないですからね。もう気に入らなければ爆破するっていうね。まあ、幼稚な、稚拙な外交のようにも見えますが、メッセージ性はあるというか、間違いようはない強い、いい内容にはなってるのかなと思いますけど、まあそれがいいとは言いませんが。で、今だと第4党か、SP 党が19.7、DR 党が21.9。まずここまでは食いたいだ。ここまで食って、LP 党と二大政党が構成できるようなところまでなんとか持っていきたいですね。では、そのために、お金が必要なことにはなってきますが、次の選挙を見据えて少しやれることに注力しておきましょう。まあ、都知事選もそうだと思うんですけど、結局まあ、野党というか当選する見込みがない。まあ、今回の場合だと我々はまだ野党なので、まあ、何を言ってもいいわけですね。まあ、極端な話ですね。本当はそれは良くないと思ってますけども、このゲーム上で大統領になるためにという観点で言うと、今画面の左上でお金のマーク赤くマイナス出てると思うんですけど、これもう財政赤字ですね。なので本来であれば、財政をね、黒字にするためにいろいろ削ったり効率化したりしなきゃいけないんですが、まあ、それは国民に、ある意味は痛みを伴うと。まあ、ただ今我々は野党でとにかく政権が欲しい、そのためには国民受けすることを言っていく、やっていく。まあそういう動きをね、やっていかなきゃいけないわけなんですけども、これって都知事選でも多分同じなんですよね。まあ、当選する見込みが限りなくゼロに近い人たちは何を言ってもいい。例えばオリンピックは中止にするとかね、NHK の受信料はもうなしにしますとか、まあできもしないこと、あるいは実際にやったとしたらそれはそれでかなり痛手を被ることを公約に掲げることができるわけですね。なぜなら当選する見込みがないから。まあ、これと同じ手法にはなってしまうんで、お前も同じ虫の穴かということになるんですが、まあ、ここはですね、大統領になるために手段は選ばずに行きましょう。公共図書館ですが、これはもちろん承認します。国民受けがいいことをしていく。で、この後選挙の前にインタビューにも出ましょう。インタビューに出て、ここでもね、しっかりとアピールしていく。支持率をなんとか20%、次の選挙までに20%は欲しいですよね。日本の予算に問題がある。まあ、それそうだよね。マイナス54まで財政赤字が膨らんでますからね。公営住宅、これはキープ、国民受けすることをしていく。本来であれば財政赤字なんで公営住宅なんて排除するべきなんですけど、これもね、国民受けを狙っていきます。ちょっと支持率がじりじり下がってるな。所得税はなくしましょう。私は消費税、所得税をなくす方に投票したぞ。これで支持率がどうなるか。
バス輸送サービス、これもキープ。バスは国民の足ですからね。スクールバス税廃止だ。言及は、まあ、病院かな、ここはね。高校病院、このあたり中心に入れておけば、まあ、病院なんかだとね、高齢者受けが良さそうですし、高校だと子育て世代に受けが良さそうですよね。支持率はここまでトントンか。で、選挙が第3週に入ってくる。であればここでインタビューを受けましょう。人気があるのがヘイト。メディアはおはようございます。コスト70だね。さらにここはラジオにも出る。大輔ラジオ1、コストを惜しまず行きましょう。ではアクションですね。税を廃止するとか無理なので民主主義を高める。いいね、支持率が 20% に乗ったな。ラジオ1、まあ、同じにしておけば一石二鳥なので、同じ民主主義を高めるが選べない。だったら法律を書いて承認を得るにしましょう。まあ何でもいいので承認させれば OK ですからね。これで選挙だ。今回は我々 20.71、 SP 党の 21% には及ばずか。第3党ですね。 DR 党とまあ熾烈な争いをしたという形ですかね。まあ、ここは病院にもう一度研究を投資しましょう。で、さっき公約を掲げたところですけども、まあ、なんといってもね、何かしらの法律を通すのと民主主義を高める、この2つですね。で、おお、ミナトとアイコちゃん、どっちがなるんだろう。これ決選投票とかになるのかな。これ見るとミナトが3期目を行ってますね。大統領3期目。何？大輝が抜けた？やってくれるな。LP とは161。金が一気に増えたね。これでちょっとまた待ってくれ。売春合法か。これが廃止法案が出てきたのか。これは無理だ。廃止にはできない、いくらなんでも。支持率が微妙に上がったのがちょっと面白い。 21% に上がってる。いやー、みんなやっぱそうだよね。じゃあここは8を出して法律何かしら行いましょう。強盗のペナルティ、当然これあってしかるべきでしょう。さらに、民主主義を高める、これも何かしらやらなきゃいけないよな。選挙の敷地を下げる、選挙の頻度、大統領選挙、任期の制限、任期の制限をどうするかだね。今1年なのでこれを2年にしたりしたら民主主義を高めると真反対のことをすることになるので、投票年齢だな。あとは報道の自由、報道の自由はありかもしれない。これでいきます。報道の自由は低下してんな。低下というか却下の方にみんな踏んでるね。これはまずいぞ。そうすると2つ通さなきゃいけない。民主主義を高める、法律を書く。まず法律を書くからだな。先に選挙が来てしまうので、何だったら通るか、ちょっとちゃんと通りそうなものにしましょう。お金を消費してしまうので。憲法を
50% 以上の投票を要求する。これでどうなるかだな。通ってくれれば一つ目クリアにはなりますよね。ちょっと待ってね、これはクリアしたことにならないんだな。民主主義を高める、法律を書いて承認する。法律を書いて承認するだな。どれをうまく回すかだな。法律、武器の禁止、これいいんじゃない。でも武器の禁止がうまくはまってくれればいいけど、あと他に通りそうなものあるかな。報道の自由、老人ホーム、いや法律だな。ギャンブルの合法化、これでもいいかもしれないな。ギャンブルの合法化、こっちにしてみますか。ちょっと連続で使ってでも絶対に法案を1個通したい。ギャンブルの合法化、まあ、カジノ法案もね頓挫しちゃってますけどね、このコロナで。これも通らない。ちょっと待ってね、まずいな、選挙の前に支持率がガタンと落ちるぞ。法律を書いて承認でしょ。いや結構法律書いてんだけどな。他、武器の禁止、これなんて絶対さみんなウェルカムでしょ。却下が、なんかアメリカのゲームっぽいね、この辺りの反応は。で他、承認させられそうなものである必要があるので、どれにしようかな。住宅税、これ税金の話だもんね。土地売春合法化、もうこれハマってますと。武器の禁止、老人ホーム、これを通すか。これは確実に通ればマーク的に一緒なので通ったことになるでしょう。通ったね。ちゃんとマークを見ないとダメだね。民主主義を高めるだね。次はこれももうやっちゃおう。民主主義を高めるなら議会修正。いや民主主義を高めるってさ、議席数が多い方が民主主義を高めることになるのか、少ない方が民主主義を高めることになるのか、どっちなんでしょうね。多い方がより多くの民意を、均等に反映できるような気もしますけど、これ間違えると真反対のことしちゃうんで、ちょっと議会は一旦ペンディングして、選挙の敷地、選挙頻度、これをじゃあ30週ごととかにしますか。25週ごとだな。めっちゃ頻繁に選挙やることになるけど、これも通ってくれれば全部の目標が達成できるはず。民主主義を高めるがうまくはまんなかったね。マイナス予算が107にまで膨れ上がってんだ。住宅税は却下だ。第二党になるためにここは国民受けがいいことをしていかなくちゃいけない。民主主義を高めるでしょう。何をすれば民主主義が高まるかっていう観点で考えないといけないですよね。憲法とか関係ないしね、研究も関係ない、
選挙の敷地、選挙の頻度は今やった、大統領の任期、選挙、市民の選択、最初の2党、まあ、つまり、トップ2で決める。いや、市民によって選ばれる。これにしてみよう。これだったら市民の意見が反映されるので民主主義を高めるになるんじゃないかな。ならない。マジか。次の選挙の前までに絶対に達成したいよね。じゃあちょっとここはななみちゃんにお願いする。ななみちゃんに、ななみちゃんに投票修正。まあ自由意志、まあ、もちろん自由意志、民主主義を高める、強制する時点で民主主義じゃないよなって話になるよね。これだと選挙の敷地にするにしても、まあ、6% とかにしてみるじゃん。まあ、そもそも通してもらえなそうだな。津波寄付します。 23% まで来ている。このまま行きたい。なんとしてもここで民主主義を高めるをやりたい。金まで払ったんだ。どうする。民主主義を高めるだから、投票年齢これを引き下げる。16歳まで引き下げる。今16か。15まで引き下げよう。どんどん引き下げる。15歳。ね、中学生だからね。正直中学生の時そういうことを意識していたかというと全く意識してなかったからな。民主主義を高めるにならない。まずいな。これで通らないとガクッと下がるぞ。せっかく23まで来たこの努力が。民主主義を高める議会、数を増やしてみるか。しかも選挙の直前にね、数を増やすっていう。どうだ、来たー。うん、逆に行った。逆張りか。いやー、これはドンマイだな。しょうがないですね。どんくらい下がるかだな。思ったより下がってないね。さあ選挙だ、来てるよー。 22.84。 よし、第2党まで来た。トップの LP 党との議席差が2まで来ている。そしてトップ2の政党で大統領選挙をやるので、今回 LP 党、つまり僕の党から大統領候補が生まれるわけだな。さあ大統領どっちがなるだ。依然としてまだ大統領になるためにはちょっと遠かったな。港が大統領になったわけだね。まあ、ただチャンスは来ますね。また 23% でしょ。選挙制度を変えて2大政党で決めると負けるので、また大統領選挙の制度を元に戻しましょう。バス運用サービスはキープ。 25% まで持っていきたいかな。あなたは大統領として男性または女性のどちらを好みますか。男が 47%、 女性が 47%。 港は男なのか女なのかちょっと分かんないけどね。少なくとも我々の政党は女性をいっぱい優遇しましょう。さあ次の選挙までこの高い水準の支持率を維持する。公共図書館はキープ。病院、
パークってだって公園だよね。国立公園とかそうだもんね。ただ公害とかも含まれてくるんですね、中身が。では大統領選、選挙と大統領選があるので、ここで一発またインタビューぶちかましましょう。花ちゃん、おはよう。いや、ちょっと待て、その前に選挙制度を変えておきたい。大統領選挙の制度、さくら、お前に任せる。大統領選挙の制度を変えられない。そうか、今大統領の任期中だからだな。だったら今回はもうパフォーマンスに徹しましょう。花ちゃん、メディア、何を言うか。民主主義を高めればちょっと微妙なんで、法律を書いて承認にしましょう。15日以内。24.78。早速法律を書いて承認させて、一気に支持率を爆増させよう。性教育行いましょう。当然必要になってきますからね、性教育は。もうちょっと却下される流れですけど。そしたらここにもう一回ぶっ込もう。次は確実に通してもらえるものがいいので、情勢見極めてきます。奨学金、あ、これ絶対通るね。何？金がない。金がないか。金がないぞ。せっかくのこの高支持率をうまくいかせない。金がない。金がない。24%の支持率でどうなるか。大統領も次で絶対に。来たー。ついに LP 党が第一党に躍進。金も入ってくる。金は167。で、大統領選だ。花かー。花ちゃんだって女子だよ。さっきの世論調査だと、女性を求めるっていう方が圧倒的にね、過半数を占めてたのに、この結果か。もうちょっと支持率を上げていかないといけないですね。そうなると、金も入ってきたことだし、ここで晴れて、花ちゃんの露出を増やしましょう。まずは、奨学金。承認。圧倒的に支持を集めて次の選挙を勝つ。まあ、そのためにはね、花ちゃんのメディアへの露出をどんどこ増やしていきましょう。メディアへの露出。何？花じゃなくてエイトに変わっている。花はどこに行ったんだ。そうするとメディア出演おはようございますに出て、何を言うかだよね。まあ、ここも法律書いて承認かな。で、その法律だ。エイトの露出を増やす。芸術補助金。強盗ペナルティ。強盗ペナルティもさ、絶対あった方がいいよね。これで法律を書いて承認するが通るので、27%まで増やした。あとは選挙の前にもう一発パフォーマンス出しましょう。火山の噴火。これで支持率がどうなるかだな。芸術補助金、まあ一応承認しておきましょうか。これ月使いたかったんですけどね。自分のために。何？レンちゃんが正義党に移りやがった。蓮舫さんではないから、まあいいか。売春を合法化する。承認。
26.9 に微妙に下がったな。ただその後じわりと上がる。ギャンブルの合法化もキープ。最後にメディアへの露出をして終わりたい。住宅税は廃止だ。27.1。ここでもう一度8をメディアに出して、ここでアクション、法律、何でもいい、何でもいいんだ。今必要なのは大統領になるためのパフォーマンス。何でもいい。性教育ダメだったもんな。大気汚染モニター、これ通りそうだね。これにしましょう。これでこれを通せば選挙の前に一大パフォーマンスとなるはずだ。通った。これで 28% という圧倒的政党支持率を持って大統領の道へと行きましょう。これで大統領確定だな。どの法律を承認しますか。まあ性教育だよねやっぱりね。さあ大統領選だ。8来たー。ついに大統領になりましたね。いやートランプさんにね、ぜひこの僕を選対委員長にしてもらえればね、トランプさんを大統領を再選させることができるんで、オファーお待ちしてます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。